はい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 。この時期にまだ一軍出場してないってマジでちょっとやばない？普通に。なんか戦力外とかの可能性もまああるんちゃうかなっていうふうに僕思ってます。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、まあ巨人がですね、まあすごく終盤ね、今優勝争いをしてまして、まあ非常に、面白いシーズンというかね、ファンからしたらすごく面白いシーズンになってると思うんですけど、まあこのね、あ、残り6試合ですか、6試合っていうところで、まあしっかりジャイアンツはね勝っていかないといけないっていう状況ですけども、ちょっとそこからね視点をちょっとずらして、今日はその1軍にまだ1試合も出てない選手をちょっと取り上げていこうかなというふうに思ってます。まあいろいろパターンはありましてですね、まあちょっと怪我があって、まあその2軍での出場もまだしてないようなね選手もいますし、そうじゃなくて普通に、怪我はしてなくて2軍ではすごく試合には出てるんだけども、現状まあ135試合とかね、135試合以上ね、消化してますけども、まだ1軍でね、登板であったりとか出場してないっていう選手がいるので、まあそういったところで、まあ怪我は、まあそのね、まあ問題外というか、まあまあ原監督の言い方からしたら仕事放棄なんていうこともね、言えますけども、逆に、まあその2軍でいっぱい出ててね、いい活躍をしてんのに、1軍に上げてもらえないというか、まあ1軍で登板できない、出場できないっていうのも、それもまたね、まあ見切られてるじゃないけど、まあそういったところもね、あるんじゃないかなというふうに思って、今日はねちょっとそういう選手を取り上げていきたいなというふうに思ってます。で、本題入る前にちょっと皆さんにお願いしたいことがありまして、今年中にねチャンネル登録者数5万人、500人違うよ、5万人をね今目指しておりまして、いった暁にはですね、ジャイアンツの選手ここ読んで対談とかね結構したいんですね僕、っていうのがまあ夢で、僕の目標で、頑張りたいなというふうに思ってますんで、ぜひねまだの方いらっしゃいましたらチャンネル登録ポチ、高評価の方もポチ、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日ねちょっと本題入っていこうかなと思うんですが、まあまずね結論から言うとというか、まあ野手投手 ありますけども、1軍で出場してない選手合計で11名います。はい、その中でまあ怪我があったりとかリハビリに費やしてて、まあ、2軍での出場っていうのもないっていう選手が、3人いるんですね。だから11人から3人引きまして、まあ8人の選手がまあ普通にまあ、まあ2軍でも出場してるんだけど、まあ実際一軍でまだ登板であったりとか出場がないというような選手になっております。はい、じゃあちょっとね、一人ずつ見ていきたいなと思うんですが、まずね、もう、まず名前から全員言ってきます。はい。まず、野手二人いるんですね。菊田選手、中田選手ですね。はい。まあ、菊田選手に関しては、まず、怪我がありましたというところですね。で、ピッチャーは、まあ、9人いまして、近藤選手、鈴木選手、森田選手、直江選手、石田選手、高橋祐希投手、祐希選手、白木選手、山田選手、菊池選手。まあ、9名いるんですね。その中で石田選手と白木選手に関しては、リハビリというか、まあ、怪我がありまして、まあ、まあ、2軍での登板もないというところですね。じゃあちょっとね、ここからね、成績とか見ていきたい。成績とか、僕が思ってるようなことを、まあ、お話ししながらね、まあ、11人の選手、見ていきたいと思います。はい、まず、野手から行きましょうか。菊田選手ね。まあ、怪我がありまして、まあ、2軍での出場もないというところですね。まあ、すごくもったいないですよね。まあね、もともとはじめ、代打枠なんていうこともね、安倍監督がおっしゃってましたし、まあそういう風にね言ってるってことは、まあその一軍にね置いておいて出場させてあげたいというかね、出場というかね、戦力として見てたと思うんですけど、まあ実際怪我というところで、まあ二軍での出場もないという形になっています。非常にもったいないですし、まあね、岡本選手の後継者っていう風にずっと言われ続けてきたんですけど、まあティマ選手がね非常にこう
台頭してるというか、すごく成長してるというのがあるので、どんどんね、その、菊田選手の存在感っていうのも、まあ、こう、ちっちゃくなってるというかね、すごくこう、肩身が狭い思いもちょっとあるんじゃないかなっていうふうに正直思いますね。はい。で、中田選手行きましょうか。はい。中田選手は、1軍で出てないんですけど、2軍で86試合、打率が2割2厘、1ホームラン、15打点、OPS が540、で、失策が9個、9個エラーしてるというところですね。まあ、今年試合外になって、僕、紅白戦の時から、まあ、走塁であったりとかっていうところにすごく、まあ、守備もそうですけども、非常にセンスを感じましたと。まあ、非常にいい選手なんですけども、やはり、まあ、まあ、門脇選手であったりとかっていうところも、まあ、レギュラー確約されたりとかね、伊豆口選手なんかも取ってたりとかしてたんで、まあ、いろ、なかなかね、まあ、経験豊富というか、ある程度、まあ、レベル高いところで社会人でやってた選手とか、1年目ね、1軍である程度活躍した人がいたんで、なかなかショートというポジションはね、難しかったですし、まあ、セカンドにも吉川選手がいるんで、まあ、すごく、まあ、難しいなっていうところはあって、まあ、1軍でのね、出場はなかったというところですけども、まあ、この選手は非常に伸びしろがあるかなというふうに思うので、まあ、ここからね、まだ若いですから、どんどんね、伸びていってほしいなと、僕はそういうふうに思ってます。はい、で、次行きます。次、ピッチャー陣見ていきましょうか。はい、ピッチャー陣。まず、近藤投手から行きましょう。近藤投手ね、1軍登板なし、2軍で42試合、防御率が 3.49、3勝2敗、3セーブ、これすごくてですね、奪三振率が 11.41 と、めちゃくちゃ高いですね。で、ウィップが 1.24 というふうになってます。まあ、まあ、去年ね、去年のオフか、非常に、まあ、ジャイアンツピッチャー獲得しましたと。まあ、ピッチャー陣が課題だったんでね、めちゃくちゃ中継ぎ陣を中心に獲得しましたな。で、非常に、活躍してくれた選手も多いですけども、その中でも、近藤選手がね、まあ、一人だけかな、一軍で登板してないというのがありますと。まあ少しベテランっていうところもありましたし、まあどういう起用をするのかなと、まあ肝心なところでね、上げてくるのかなとか思ってましたけども、なかなか、そういう機会もなく、まあ実際このあと残り6試合でまだ上がってないということは、まあ戦力としてあんま見られてないというかね、っていうところも正直あるんかなと思うので、僕はちょっと戦力外の可能性というのは非常に高いんじゃないかなと思ってますけども、非常にね、まあ2軍でもめちゃくちゃ悪いかって言われたらそうでもないので、うん、まあ、まあちょっとね、巨人のね、投手陣もレベルが高いですから、去年とは違って高いですから、そこに入り込めなかったっていう結果かなと思います。で、次、鈴木投手いきましょうか。1軍登板なしで、今年、2軍で28試合、防御率が 2.63、ウィップが 1.28 というふうになってます。まあ僕、鈴木投手あんまり、好きではなくて、正直言うと。なんでかっていうと、コントロール悪いからなんですね。で、まあ、去年、まあ、取ってきて、まあ、原監督で結構起用してました。うん、球は速いんですけど、なかなか、こう、バラバラというかね、ボールの鳴り方が結構悪いというかね、こう、際どいところ狙って、ギリギリ惜しいなとかじゃなくて、もうバーンって、もう吹けちゃうというか、抜けちゃうところが結構多いんで、バッターからしても、ああいうピッチャーって球速くても狙い球を絞りやすかったりとかね、するんで、はっきりして、はっきりしすぎるとね、っていうのがあるんで、まあ、安倍監督があんまり好きじゃないタイプかなとも思いますんで、まあ、そこにね、ちょっと苦労したというか、なかなかこう、入り込む隙がなかったんじゃないかなって思います。はい。で、次いきます。森田投手いきましょうか。森田投手、まあ、3試合、2軍で3試合、防御率が 1.80、1勝1敗、ウィップが 1.10 というふうになってます。まあ、この投手もね、怪我をして、まあ、手術とかしてね、リハビリをしてたっていうところがあって、まあ、1軍で登板してないと思うんですね。で、まあ、2軍での登板とか見てますけども、バッタバッタね、めちゃくちゃ三振取るかって言ったら、まあ、そういうピッチャーではなくて、どっちかというと、まあ、打たせて取るようなね、まあ、ピッチャーだと思いますし、ただ、まあ、1軍に来るとですね、なかなかこう、打たせて取るっていうだけではね、結構難しかったりするんで、まあ、三振が欲しい時にですね、狙って三振を取れるようなね、ピッチングができていくとですね、非常に自分でも、やれるなっていう感じはあると思うので、まあちょっとまあ、リハビリの最終段階というか、まあ実際2軍で投げてますけども、まあそのまだ球数であったりとか、イニングなんかも考慮しながらやってますからね、中4日、中5日とかでね、回れるかっていうところを今、考えてるというか、こう、やってると思うので、
そういったところで、今年ね、一軍登板はないですし、ないと思いますし、来季以降ね、戦力になってくるかなっていうふうにね、思うピッチャーなんで、そこはね、同期とかがね、結構こう、同期入団の方が結構活躍してたりするんで、そこはね、焦らずね、自分のやるべきことをしっかりやっててほしいなと思います。はい、で、次、直江投手いきましょうか。直江投手。2軍で17試合、防御率が 3.20、2勝3敗、WIP が 1.33 というふうになっています。直江投手も非常に期待されてた、されているピッチャーの一人ではあると思うんですけど、なかなか今年のやつ見る、成績見ると、リリーフ回ったりとか、先発回ったりとか、いろいろこう、右往左往というか、チーム事情だとは思うんですけども、いろいろされてるなっていう感じはしますと。で、成績見ても、その、飛び抜けた感じでは正直ないですし、なかなか、厳しいのかなっていう、この成績で、一軍で、今、レベル高いですから、結構ね、先発上がるのか、その、中継ぎ上がるのか、それはちょっとわからないですけど、どちらにしてもね、ちょっと難しいなっていうところあるので、非常に、横川投手だったりとか、戸郷投手もそうですけど、同級生だと思うんです。そこがね、結構活躍し始めてる中、ちょっと出遅れてる感があるので、本人焦りあるかもしれないですけども、そこはね、本当ね、もう仕方ないというかね、もう受け入れるしかないので、そこは、もしかしたら、僕はクビにはならないとは思うんですけど、阿部監督もね、直江投手のことを結構買ってたんで、僕がいた時からね。だから、思うんですけども、そこはね、本当にね、どういうピッチャーになりたいのかとか、しっかりね、もう一回こう、作り直してね、来季頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。はい。で、それで、石田投手は、リハビリで、2軍での登板なしと。で、次、高橋祐希投手行きましょうか。で、2軍で2試合で防御率が 6.00、1勝0敗、WIP が 2.17 というふうになってます。厳しいよね。はっきり言って。おそらく、忖度なしで言うと、クビだろうなって、戦力外だろうなっていうふうに思いますと。こんだけ試合数あって、2試合しかまだ投げられてないというのもそうですし、3軍の試合とかでね、投げてるのも見たりしますから、非常に、ドラフト1位ではありながらで、なんですけど、非常に難しいなというか、難しいシーズンを送ってるなというふうに思います。いろいろ自分で試行錯誤とか、いろいろね、助言を聞いたりとか、いろいろしたりとかしてると思うんですけども、なかなかそれが身に結びついてないというところね。巨人がね、もう一年見るのか、それはちょっとわからないですけど、もう一回育成に落とすのかとかありますけども、話もね。どうなのかっていうところがあるので、そこはちょっとわからないですけども、ちょっとね、環境を変えたりとかっていうところも必要なんじゃないかなっていうふうに思います。他の球団がどういうふうにね、評価してほしいというふうにね、言うかはわからないですけども、非常にね、難しいシーズンかなと思います。で、次、白木投手。白木投手も、リハビリありまして、2軍登板なしというところですね。で、次、あと2人いきます。山田投手ね。はい。防御率、2軍での成績ね。28試合、1.78 防御率。2勝2敗、WIP が 0.87 というふうになってます。非常に優れた成績だと思いますし、僕もこの YouTube から、山田選手ちょっと微妙な、大丈夫かなみたいな話もしたことあるんですけど、この成績見るとね、非常に、いい、成績だなと思いますし、逆にこれでなんで上がられてないのっていうところはあると思いますんで、非常に、もし優勝決まったら上がったりとかするのかな、ちょっとわからないですけど、あんまり、そこから、今何年目や3年目かなっていうところで、1年目、2年目、1軍登板なしで、そこからね、今年、ちょっと良くてっていうところなんで、来年、もしかしたら育成になったりとかわからないですけど、ちょっと遅かったなっていう、これがもう1年前、去年にこの成績だったら、3年目、今年にね、出てたかなっていうところはあるんですが、ちょっと1年遅かったなっていうところはあるので、そこはね、言っても仕方ないんですけど、非常にね、でも、ね、成績がいいっていうところはいいことだと思うので、そこは、上の首脳陣、一部の首脳陣がどう判断するかというところですね。で、最後、菊池投手いきます。34試合、防御率が 1.09、4勝2敗、WIP が 1.12 というふうになってます。非常にいい成績と。僕も菊池投手がね、去年出てきて、すごく、いいピッチャーだなと思ったんですね。で、ただ、しかし、今年ね、まだ一軍に上がってないし、まだ一登板もしてないというところで、
なんでなんだろうとは思ってました。ただ、まあ一軍のピッチャー陣見てても中継ぎ見てても非常に層が厚いっていうのがあるんで、そこにね、ギリギリ入り込めてないなっていうところだと思うんです。ただそこで腐らずに、こんだけね、二軍でいい成績を出してるっていうところは、まあその説得力というかね、じゃあ菊池あげようか、で、成績どうだって見られた時に、あ、めっちゃいいやん。じゃああげようかってすんなりいくと思うので、そこで例えばね、あまり良くない成績とかだったら、あれって、思うはずなんですけど、思うんですけど、でもそこでもね、しっかりね、2軍でもやっぱり結果出してるんで、ずっと出し続けて、ね、でもそれでも上がれないっていうところがあるんで、まあちょっとね、かわいそうなところはあるんですけども、でもその姿勢であったりとかっていうところは、非常に評価されるべきところだと思いますし、僕はね、本当に、まあ今年はね、ちょっと登板なかった、まあまだわからないですけども、あと数試合ですけども、なかったに等しいですけども、そこをね、来季以降、まあ、ポストシーズンとかね、いろいろあると思いますから、そこでね、どういうふうに、菊池投手をね、登板してくれるかっていうのを楽しみに、しておりますと。はい、そんな感じでですね、今日はですね、まあ、一軍の出場なしというような選手をね、ちょっと見ていきました。まあ、まだシーズン終わってないんで、まあ、なんとも言えないんですが、まあ、この、あと残り6試合とかで、まあ、出てないということは、まあ、そういうことなのかなと思いまして、ちょっとこういう動画をまとめてみました。まあね、怪我した人とかね、怪我してなくても、怪我してないけども、一軍で出てない選手とかね、まあいろいろタイプはいますけども、まあやっぱり、まあクビになるかとか戦力外になるかっていうのは、まあ最後の最後までわからないですし、まあこんだけで成績出してる選手もいますから、もしクビになったとしても、他球団が取りに来たりとかね、そういったこともあると思うので、非常にね、まあ難しい世界というかね、まあ10年、20年やれる選手の方がものすごく少ないわけなんで、プロ野球はね。そういったところで、まあ、どこでプレーをしようがですね、好きな野球を、まあ、1年でも長くね、できるっていうのは素晴らしいことなのかなと思うので、ぜひね、もし他球団に移るような選手がね、今僕が言った選手の中からいたとしてもですね、その選手っていうのは僕は応援していきたいと思うし、リスペクトをしていきたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、終わっておこうと思うんですけども、最後にもう一回ね、チャンネル登録者数5万人目指しておりますので、ぜひまだの方いらっしゃいましたらね、チャンネル登録ポチ、高評価ポチ、通知なんかもね、ポチッと押していただけると非常に嬉しいと思いますので、ぜひね、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。今後もどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。バイバイ。